ユーキサモルーは日本のミュージシャンである。本名は石丸直文。アイルランド在住。1970年代後半より活動を開始し、1980年から90年にかけてタクロクによるカセットテープの作品を発表していた。その後1990年代には作品群が CD 化されている。1990年代中頃に活動を中止したが、 現在再び活動を開始している。本人曰く九州の片田舎出身。1970年代17歳の時にホークジャンボリーに出演。大学進学で上京。1975年頃からシュガーベイブ、細野春臣、松藤谷由美キャラメルママのマネージメント事務所に入り、コンサートを企画。 しかし自身が音楽家として活動するため一年で退職。山下達郎の初期ツアーで弾き語りを披露。シドバレット風、キャプテンビーフハート、ミラーマン風のものをフォークでやっていたという、オギクボロフトを作るのに参加。1981年より本格的にライブ活動を開始。西麻布の地下にあったニューウェーブディスコ。 青山のクーリースクリークなどに出演し、その録音を1983年にカセットでリリース。この最初のカセットは海外ラフトレードにより1000本ディストリビュートされた。1987年、フィラデルフィアの友人のところに騒動をしていた石丸がモータッカーとツアー中だったジャドフェアにコンタクトを取り、2本目のカセットを送り、以降、ジャドとテープのやり取りを開始、 石丸のほとんどのテープのジャケットイラストはジャドが描いている。1987年、1988年、1990年に海外ツアー。1992年に共同名義による CD ジャドナオをリリース。この音源は1990年の6月と9月に行われたスタジオ録音10曲とジャドのこれまでの没曲などを組み合わせたもので、 全75曲入り。この録音にはダニエル・ジョンストンも誘っていたが、ダニエルの体調が良くなかったため実現しなかった。1990年代に起きた老廃ブームにおいて、日本における老廃の先駆者として注目された。1995年にはコステスとツアー。コステスはボアダムスのオファーを断って、石丸との共演を選んだ。ありがとうございます。